今回2回目でございますけどね、前回裏から入ってぐるぐる回ってましたけど、畑を飛び降りてね、一回くるっと回って、まともとやったっけ、なんせスマホのナビだからね、もうむちゃくちゃでございます。今日ももう応用してますさ。はい、ここにね、先は飲むな、草がこう、どこか、何も看板ないやな、看板消えてね、これ行く。もう草ぼうぼうでございますか。だるく来てないね、これは。ほとんど歩いた跡がないね。はい、草が囲んでございます。ここに看板をちょっと見てみましょうか。長方墳でございますか。これ見たかに遠距離に見えるんだけどね、円墳に。これが問題の石碑でございます。これがね、中入るとよっ、じゃあ1メーターぐらいしかないんだけど、これちょっとかがんで、あら、大きな石が上、天井石が、ほら、わかります、石棺の方が高いんです。どうして入れたんだろうね。みんなそんなこと言うてありましたけど、ほんま高いんだね。それはね、やっぱり高いよね、下が上がっとるからね、石棺が入ってますからね、これね。はい、ほら大きいですよ、これ、ほら大きい。うわあ、ヒヤーと気持ちいいわ。この後ろ先、後ろの、この石も綺麗にね。うわあ、かなり綺麗にカットしてくれたで、これ。これ。これまた、どこ、ピンク色してるけど、阿蘇山のかね、これ。そう、わからないけどね、はい。ちょうど歩けるぐらいで、ね、右も左も空いてますね。これは、血管だからここから見えるんですけどね。ああ、まだ石とか残ってるな。ここ投稿されてますね。ああ、上乗せた時はな、こうやってな。乗せただけよ。噛み合わせはしてないよね。噛み合わせしてるか思ったら。乗せてるだけでございましたね。はい、洞窟の跡です、ここ。完全に洞窟がね、きれいに裏から掘ってあります。表じゃなくてね。跡掘ってないやろ。長木もあるね。長木もほら。これで長かんのかね。この石も。天井の高さが2メーターほどしかないからね。こう感じたら、ああ、これは入れられんな。この石棺はちょっと無理だね。はい、あ、無理でございます。やっぱりあれか、上から入れた、上から入れるの大変やけどね、上から入れるにしても。いやー、あと気持ちいいやけど、いや、今日はね、温度が高いんで、はい、見るました、見ました。ここ2回目やったかな。最初に来た時は誰かちょうどね、見てあったんで、はい、ありがとうございました。7世紀、7世紀ですな、これ。ね、はい、この石ね、上から水が漏れたんだけどね、かましてはね、石をね、
はい、ありがとうございます。この辺水が持っとるね。水が持ってございました。これね、この浮き上がるにはちょっと大変か、大変な。高さが急でございますからね。はい、ありがとうございました。草が囲んでございました。せっかく見てましたよ、中まで見てましたよ。こんなに来た時はライトなかったからね、中見えなかったけど。ちょっとね、こう狭いけど。ほとんど誰も来なかったね、このとこ。はい、ありがとうございました。